かっている用具をしょうがないから教えましょう。はい、皆様見たことあります？カーボネード190、これまあ有名ですわな。これに DNAH 一番ハードなスポンジのものを両面に使わせていただきます。パワフル、パワフルでございます。はい、こっそりよし、 CUZ。はい、私の用具改めて紹介させていただきます。カーボネード190フレアに両面 DNA ハードスポンジ H を貼っています。UZ 敗北。そうですね、やっぱりこれ皆さん見てわかるかわかんないですよ。すごく引っかかってくれて、玉持ちもすごくいい、コントロール持ちやすい、吸収性丸、パワーも丸。あ、惜しい。ダサいやつ。コツのりよし。あー、ビューリフォーな。これもやっぱりすごく回転かかるから、ね、これもやっぱり球すごく持つんで、ツーボールすごく時もコントロールがしやすい。うん、球をすごく持ってくれるんで、相手が打ったボールを吸収すごくしやすい、コントロールがしやすい。ナイスボール。コントロールしやすいだけに、回転もかかる。もう見てわかると思うんですけど、すごく回転かかって、ネットミスはしないですよ。しっかり山なりで台に入ってくれる、コートについてくれる、はい、なので安心してドライブが打てます。変えるのもしやすいです。回転もすごくかかる、誰もする安心して打てる。下回転のボールがね、本当に安心して打てますよね。いいラバーです。トップ、トップ選手とやってて、やっぱりああいう下回転ドライブ、ループドライブっていうものに対しては、本当にそれこそラバーの良さが分かりやすいと言いますか、引っかかってしっかりカウンター、ボールの上に削って、カウンターできる、コントロールしやすい。そういう意味でもやっぱりこのラバーは、パワーもそうだし、コントロールもしやすい。非常に優れている。あー、ミスしちゃったけど。ストレートにもやりやすいけど、クロスだけじゃなくてストレートに、おお、イレギュラーしても取っちゃう、うん、非常にいいです。 UZ。 まあ今見てもらって分かるんですけど、とっさにね、コースが自分の難しいところに来ても対応しやすい、
非常にその球を持つところに優れてるから、コントロールがそういうところにしやすいからさ、それもまた良さですよね、このラバーの。癖が待っていて、綺麗なボールだけじゃなくて、ちょっとなんか軌道が読みづらいようなボールも出てくれるっていうところに関しても非常にいいんですよ。やっぱり体勢崩れても、この不意にラケットに当たった時にすごい球が持ってくれるから、球を持ってくれるからコントロールが本当にしやすい。今回から UZ のシダコーナーが始まるよ。みんな見てね。すごく弾みますね、このラケット。